はい、どうも皆さんこんにちは、てるです。今回はですね、はい、シングルカード数枚ちょっと欲しかったので買ってきました。ですね、まあちょっとねパーツが足りなかったっていうのもあるし、今作ってる時のパーツが足りないっていうのもあったので、ちょっとね数枚買ってきたんですけれども、ノーマルコーナーで4枚のちょっとショーケースに入ってたの1枚ですね。で1枚ずつっていうか、まあ3種類しかないんだけど、とりあえずまあノーマルカードから、はい、こちらですね。フェニックスライフ、これマスターズクルークルーパックで出るやつですね。この子がね今僕の手元に2枚かな、2枚しかないんで、とりあえず2枚これ一応確保しておきました。はい。でフェアリーライフ、フェアリーホールなんで言えなかったんだ。フェアリーホールは2枚、ホール系がね僕足んないんですよね。なんかデッキにいっぱい入れちゃったりとか、あとまあ普通に足りないっていうのもあってホール系が足りなくて、なのでこれ一応30円のコーナーで探してきました。ホールですね。フェアリーホールは結構いろんなデッキに使えますからね、とりあえずこれは確保しておきました。まあノーマルカラーここら辺かな。フェニックスライフはですね、いくらだったっけな、280円ぐらい、なんか結構安かったよ。なんか他の店とか行くとね400円とか500円とか普通に行ってたのに280円で売ってたんで、これは買いだなと思って買ってきました。で、こちらはまあ30円2枚で60円ですね。で、はい、これメガマル、ちょっと安くしても安くなってるんだけど、メガマル1490円、まあちょっとするねちょっと値段するねっていうのでちょっと買っちゃったんですけど、これはね今僕が使ってるラムダのデッキ、あ、これは違うわ、ラムダのデッキ、これは大会とかで出て多色に、多色っていうかなんだ、バキとかのデッキ、バキとか、あとトリーバーのデッキ、ミラダンテとか、あとはまあシャングリラとか、そこら辺のデッキに対抗できないっていうのに気づいて負けちゃうんですよね、いつもその大型のやつに。でどうしようかなと考えたところ、まあ他の方のデッキレシピとか参考にしてるとね、結構皆さんマナロックを、メガマナロックドラゴン入れてるということで、まあ1枚入れてみるのもいいんじゃないかなと思って、とりあえず1枚だけ買ってみました。はい、まあ、これもねまた1枚だけ入れてね、これやってみたいと思います。これのまたデッキ紹介はもうどうしようかな、大会でなんか結果残せたら公開したいなと思います。はい、という感じで、まあ、今回ねちょっと動画はこんな感じになっちゃいますけど、一応メガマナロックドラゴンを買ってきましたよという報告でした。はい、じゃあね、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。